さあ時刻の方は7時32分です。寺谷一樹の医療どうなる。このコーナー大阪府保険医協会の提供でお送りいたします。まあ、新年迎えて早くも1週間経ちました。まあ、経済界の、ね、方に今年のことを聞いてるニュースがあってね、皆さん個人消費が増えるとかなんとなく明るい兆しみたいな報道も見ます。一方でコロナ感染オミクロンが主流でね、もう本当に売買ゲームのような形で拡大が急速に進んでおります。でコロナがやっぱり影響を及ぼす、そんな2022年なりそうなんですけれども、さあ初回の今回はですね、一人親家庭を支える活動をしております新ママ大阪応援団の寺内純子さんにお電話つながっております。寺内さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もいろいろと情報提供よろしくお願いいたします。声がちょっとガラガラして申し訳ないです。あの声どうされたんですか、大丈夫ですか。年末にあの声出なくなっちゃいまして。あらまあ、ちょっとお仕事のしすぎやね、それは ねお忙しいから喋りすぎじゃないでしょうか。すいません。いやでもね、なんかあの、はい、経済的に明るい兆しとかニュースで言われても、はい、年末年始一人親家庭の状況ってやっぱりそんな話とは全然乖離してますよね。どうなんですか。年末年始のこの時期っていうのは、もうシングルマザー化世帯にとってはもうただでさえあの辛くて大変な時なんですよ。まずあの学校が冬休みになるっていうのがこれが大変で、給食がなくて子どもたちが家にいると食費と光熱水費がかかりますよね。それとあの物価がものすごく上がりますでしょう、お正月を迎えて。そうか、物が高くなるからね。100円のかまぼこがなんか500円の紅白のかまぼこしか売ってないっていう状況になりますよね。そっか、そっか。それと子どもたちの中ではやっぱりクリスマスプレゼントとか、うん、お年玉とかこうもらえてすごく嬉しいんですけど、はい、そういうものをあげることができない世帯が多くて、うんうん、プレゼントやお年玉もらったことがないっていう子がとっても多いんですよね。なるほどね、うんうん。まあ、でもそういった年末年始なんかこう支援する活動も、はい、新ママ応援団ではやってたんですよね。はい、あの毎月やってます。あの、うん、食料等の送付事業で私たちスペシャルボックスって言ってるんですけれども、はい、これをそういうちょっとあの、寂しくて辛いあの年末なので、うん、いつもよりもスペシャルスペシャルスペシャルボックスにしようということで、普段からスペシャルボックス言ってるけれども、はい、それを年末年始スペシャルにしはったわけね。そうなんです。ですから、うん、まあ、クリスマスがあるので、うんうん、まあ、いろんな方から送っていただいたクリスマスプレゼント、はい、それから全員にママも含めてですけど、うん、図書カード、ーそれからあのお餅とみかんとリンゴ、あいいな、それからあのお歳暮でいただきましたっていうのをうちにたくさん送っていただいてた、はい、ましたので、はい、ジュースとかビールとかそういうものなんかも入って、で一番上にはうん、あのリボンでちょっと綺麗なお化粧した手作りケーキが塗るっていう、うん、いつものの 1.5 倍ぐらいの量と中身がちょっとゴージャスな、うん、そういうスペシャルボックスをお送りいたしました。これでちょっと皆さんどうでしょうか。まあ、新ママたちや子どもたちも喜んだんじゃないですか。はい、そうなんですよ。あの、クリスマスなんて考えてなかったけれども、これでクリスマスのお祝いしましたとか、うん、お年玉はいつもあげてないんだけど、うん、図書カードで、うん、あの本屋さんで本買いに行きましたとか、うん、そういうような反響が返ってきてます。まあでもそれちょっといつもと違うだけでもすごい嬉しいですよね。そうですね、あるママさんは心にポッと明かりが灯ったって、うん、そういうふうなメッセージくれました。なるほど。まあ、でもこの大阪新ママ応援団の取り組み、はい、私がおった某公共放送のラジオでもなんか取り上げられたということで、はいはい、結構反響あったんですよね。すごい反響でして、うん、寄付は新ママ大阪応援団史上1ヶ月で集まった金額は最高金額になりました。おすごい、はい、すごい。それで話の中で、うんうん、やっぱりスペシャルボックスにお米を必ず入れるんですって、で、うん、お米はストックがあるっていうことで、それは心の安定につながって、うん、あ、今月も生きていける、来月も生きていこうっていう風なそういう気持ちになるんですよってお話をしたら、うん、お米の寄付がどっさり来ました。あ、嬉しいですよね。はい、
本当にありがたいです。それはありがたいね、うん、あのぜひこの番組聞いてる皆さんにもまたね、はい、あの何回もこの番組では取り上げてますけれども、はいはい、あのやっぱり寄付はいつでも大歓迎でしょ寺内さん。はい、そうなんです、はい、どうやったらいいんですか。ちょっともう一度優しく教えてください。はい、はい、あのお米はですね、うん、あの本当に腐りませんので精米したものを、うん、あのどんな形でも5キロ袋でも構いませんし、うん、農家の方なんかはあの米袋で送っていただいても構わないです、うん、子どもたちがすごく多い世帯もあるのでそのまま送ります、うんうん、で新ママ大阪応援団というサイトがありますので検索していただきましたら、はい、うん、トップにあの寄付のことについてアップしておりますので、はい、あのそれ見ていただいて送っていただくとありがたいです。なるほど。新ママはカタカナで検索するといいですよね、はいはい、そうです。 シングルマザーのことで新ママって言うんですけども、はい、新ママ大阪応援団で検索すると、はいはい、トップのページのところにその寄付について書いてあるっていう、はいはい、そうです。何でもでも皆さんのお家でね、うん、もう余ってるものでいいですもんね寺内さんね。気持ちするものでしたら何でも構いません、うん、はい、毎月そういったスペシャルボックスを新ママと子どもたちに送ってるってことなんで、はい、皆さん協力しましょうということで今年も一緒に頑張ってまいりましょう、はい、寺内さん。そうですね、ありがとうございます、はい、どうもありがとうございました。よろしくお願いします。失礼いたします。どうですか岡田さん、こういうねシングルマザーを応援するこういう活動を今大阪でもやってるんですけども、はい、シングルマザー家庭って本当なんかもう年末年始しんどいみたいでね、今日聞いててもなんか大変やったけどなんかちょっとしたものもらえるだけでもすごい嬉しいですね。そうですね、うん、まあアルミカンのお二人もなんや赤坂さんなんかこう寄付できるものはないか、はい、そうですね、ね、なんかちょっと知らなかったんで衝撃でした。ぜひぜひ、ちょっと何かできないかですね、うん、そうそう、あのファンからもらったもの。そうですね、あそうですね、お酒やけどお酒さっきやったお酒とかね、うん、お母さんに飲んでもらいたい、ね、そうそう、あの毎月こういう形でね新ママたちを支援してますから、うん、大阪新ママ新ママ大阪応援団でぜひ検索をしてみてください。皆さんのご協力をお願いします。あとこのコーナーにもファックスメールおはがき大歓迎です。メッセージの宛先をアッキンお願いします。ファックス番号 078-361-0005 078-361-5 番です。メールアドレス maido@jocr.jp すべて小文字です。maido@jocr.jp おはがきは郵便番号 650-8580 ラジオ関西寺谷一樹の毎度毎度。ぜひ医療どうなるのコーナーにも質問ご意見お寄せください。クオカードが当たります。メッセージをお待ちしています。